沖縄独立の実際に県民の間でその本当に独立したいとか、そういうことを考えている人っていうのはほぼいないとは思うんですよ ね。ただマスコミの中では沖縄独立論というのが一つの大きな強い基盤を張ってて、でなんかいかにもそれが県民の願いであるかのようなその報道されたりしてるっていう現実があって、そういう意味でもその沖縄独立とか、あるいは反政府とか反本土、反基地みたいなその論調の新聞とか、あるいはテレビだけで、ある意味沖縄の 99% の報道がそれで固められてるっていう状況なんで、ずっと今のそのオール沖縄の反基地の知事が勝ち続けてるっていうのも、そういう世論が操作されてるっていう現状の上に成り立ってるわけですよね。そうですよね。だからある意味、別に赤旗のことを悪く言うわけじゃないですけど、ある意味赤旗の新聞だけでその県民の 99% をその占めてるシェアを確保しているような、そういう状況の中で生きているわけだから、じゃあその結果として何が起こるかというと、その尖閣諸島問題に関してもほぼ報道しないと、今それだけ深刻な問題になっているということを実は県民のほとんどが知らないという状況、で台湾の問題に関しては、日本はその台湾有事は日本有事なんてのはそんなの妄言に過ぎないんだから黙って見とけばいい、介入しなければ沖縄は部屋でいられるんだみたいな、そういう論調が蔓延しているみたいな感じ、だからある意味保守のメディアとか、必ずしも保守のメディアが必要だというわけじゃなくて、少なくせめてその局所的でないその情報発信ができるようなメディアというのがある程度の力を張っていかないと、沖縄の現状というのは変わらないし、選挙でもこういう知事がずっと勝ち続けるような状況になるんじゃないかなというのが沖縄の現状です。八重山日報っていうね、今長尻城さんがやってる、主幹やってる、本当にきちんと報道されないタイムスと新報がね、やらないニュースもきちっと客観的に公平にやろうとしてるって新聞でね、我々今でもチャンネル桜の方では応援してるんですけどね、やっぱりそういうメディアがないんですよね、今までもなかったし、で、まあ、八重山日報は石垣島とかあっちの方を中心だっていうようになっててね、本島の方まで一回進出したんだけど、やっぱりなかなか力足らずというか、一応引き上げたというかね、あれになってるけど、結構昔もあったんですよね、保守系の新聞を昔はあったんですけどもただ基地に対して県民の間で非常にアレルギーがあって、で基地容認的な感じ の論調の新聞というのはなかなか存続できなかったという事情があるんです。そうですね。ただ今当時の国際情勢がだいぶ変わってきて、今現に中国の脅威とかの沖縄にとっては非常直接的な問題になりつつある中で、ずっとその昔 その冷戦行動を引きずったようなメディアがずっと同じ論調で続けているというのは、ある意味ガラパゴス化しているような状況なんで、それは今の沖縄の硬直した政治状況を生んでいるんじゃないかなというふうに思っています。